はい、皆さんもおはようございます。松尾市長選挙に立候補しております、石塚でございます。本日5月29日日曜日ですね、本日松尾市長選挙告示日となります。今日からですね、7日間の熱い戦いがありますので、ぜひ皆様方、この石塚優に絶大なるご支援よろしくお願いします。でですね、この25月29日っていうのが、この市長選挙の公示なんですが、それ以外ですね、これ実は松尾市のクリーンデーでもあるんですね。なので、よくですね、町会だとか自治体、会員でですね、その自分の町会内を、ゴミを拾ったり、する活動っていうのが行われているところが多いと思うんですけども、まあ、私の所属しているですね、長官も今日はクリーンデーということで、私もですね、こちらの方を少しだけ参加をさせていただくんですけども、でですね、なので、なかなかですね、そういった活動できないよという方はですね、せめてですね、まあ、自分の家の前、できれば、まあ、両サイドのですね、まあ、お隣のですね、ゴミなんかをですね、まあ、拾ってあげるといったことで、ね、ぜひしていただきたいなと思います。やっぱり自分たちが住んでいる街ですね、日頃から自分たちが、ですね、まあ、綺麗にして、いきましょう。で、やっぱり街が綺麗になればですね、それはですね、犯罪の抑止力にもなりますんで、自分たちのですね、街は自分たちは綺麗にして自分たちが守ると。まあ、そういったですね、気概を持っていただきたいなといったふうに思います。それではですね、本日、松尾市長選挙始まりました。石塚優まで皆様方の絶大なご支援、よろしくお願いいたします。